こんにちは、いなこです。今日は GU 購入品紹介したいと思います。はい。今回は、これからの季節、春に着たいお洋服とか、あとね、6歳と、あと1歳の娘のお洋服も買いました。はい。今回これ GU のオンラインストアで購入したんですけど、先週もね、GU で購入したものがありまして、先週購入したものもね、一応映像を撮ってありますので、まずはちょっと先週撮ったものからご覧ください。こちらです。まずこちらじゃん、少女のものなんですが、ウォッシャブルアゼクルーネックカーディガン30ナチュラル 130cm 1990円っていうものです。そこまですごい分厚い生地でもないから、春先ね、4月とか5月でも使いやすいっていう感じですね。これは私のベストレイヤードプルオーバー1601990円っていうことで、これ私が着るために買ったんですけど、これは子供服の160cm サイズですね。これ全然子供服に見えない。めっちゃ可愛い。これひらひらひらってなってて、こんな感じのブラウスになっているものです。はい。じゃーん、これは同じ製品のウエストの部分がアイボリーの色のバージョン。これは長女用に 130cm。これとこれね、2つでね、お揃いできたら可愛いんじゃないと思って買いました。はい。あとはじゃん、これは私用なんですけれども、こんな感じのチェックのカーディガン買いました。これは普通に大人用なんですけど、とっても可愛い。可愛いチェック柄。ちょっとね、自分一人じゃこの可愛い柄ね、着れないんですけど、でも親子コーデにするとね、着れるかなって思って、じゃん！これが娘用のカーディガンです。はい。これは子供服で、襟の部分がね、子供服は白いんですけれども、大人用のものは襟の部分が黒いっていうことでね、いいじゃん、ちょうどいい感じに着れるんじゃないでしょうか。今回買ったものを一緒にね、親子コーデしてる様子は、ショート動画でね、あげようと思うので、ぜひそちら見てみてください。で、今回初めて GU で靴を買ってみたんですけれども、こちらじゃーん、スニーカーです。ボリュームソールスニーカー M サイズっていうことで、こんな感じで、あと底が少し分厚めのスニーカーです。春に向けてね、こういう白いスニーカー欲しいなと思っていて、白いスニーカーって結構すぐ汚れちゃって、すぐね、洗っても落ちない汚れとかもついちゃうから、結構ね、こまめに、結構買い替えたくなる感じなんですけれども、ね、安いから、躊躇なく買い替えられるかなと思って、買ってみました。ちょっと履き心地はどうでしょうか。すごい、履きやすいわ。ちょっと厚底なんですけど、全然軽いし全然嫌じゃない。軽い。GU のスニーカーってこんなに良かったんだ。いいじゃん。GU でまたね、いろんな形あるから違う形もちょっと買ってみたくなっちゃいました。これはマシュマロポンデッドパンプス。はい、マシュマロポンデッドパンプスということで、そう、ママの。あれはパンプスですね。もう久しくもずっとね、ヒール履いてなかったんですけど、今度卒園式とか入学式とかでやっぱりパンプスヒール付きの履いた方がいいよなと思っていて、でも普段は履かないから、そんなにしょっちゅう履かないから、安いパンプス買いたいなと思っていて、GU にね、ちょうど良さそうなのが売っていたので買ってみました。はい。底も柔らかいし、クッション入ってるし、ここにもクッション入ってて、ここら辺が柔らかいんですよね。ピシッと見えるけど、結構柔らかく変形してくれて、すごい履きやすい。私 23.5 いつも履くんですけれども、ぴったりぴったり。GU の靴ってこんな良かったんですね。知らなかった。はい、ということで今週買ったもの、まず、じゃーん、こちらプルオンパンツレッド M サイズっていうことなんですけれども、はい、こんな感じのちょっと真っ赤またなんか派手なパンツ買っちゃいましたけれども、こんな感じのパンツ買ってみました。はい、これめっちゃ安かった。元ね1990円がね、確かね500円ぐらいだったかな。ちょっとセール価格になっていたので買っちゃいました。はい、結構薄手な感じなんですけど、こう前に紐がついていてゴムなのでね、履きやすいっていうものなんですけれども、前にねこう線が入っているので楽に履けそうだけれども、なんか綺麗な感じでも履けそうな感じのパンツです。はい。家でもいいしね、外で履いてもいいし、ちょっと楽な格好したいなみたいな日にね、履こうかなと思って買いました。はい。あとはじゃん、こちらは。はい、こんな感じの薄手のタートルネックのカットソーです。ソフトリブタートルネック T、990円ということで、タートルネックなんですけど、上がフリフリフリってなっていて、ここにこう線があって、この線もなんか、この線も可愛いですね。後ろにもこんな感じで見えますかね、線が入っているっていう感じ。結構こんな感じで結構透けるぐらいの薄手なので、お洋服の中に着てちょっとこの襟がね見えたりとか、袖が見えたりとかで可愛いみたいな感じですかね。春着るブラウスの中とかにねこういうの着たら可愛いかなと思って買ってみました。可愛い可愛い、なんかすごい着心地も良さそう。アクティブメッシュコンビネーション T、 コンビネーション T M サイズ990円というものなんですが、見えますかね、この辺のちょっとメッシュになっただいぶ薄手の T シャツです。腕の部分も結構ねメッシュになっている、すごい涼しそうなシャツなんですけれども、ちょっと今度ね外に運動しに行く機会があって、ちょっとねこういう運動用の T シャツが必要だったので買いました。すごい涼しい。あ、すごい涼しそうでいいじゃん。これ1枚だとなんかスケスケだけれども、中にね、なんか運動用のタンクトップとか着て、これ着たらいいんじゃないでしょうか。あとはじゃん、こちらは次女に買ったんですけれども、はーい、こんな感じのかわいい。シナプシュとのコラボのかわいいジャケットを買いました。ポケットのねこの蓋の部分がシナプシュなんですよ。かわいいシナプシュが2人いる。はい、ということで、はい、中はねこんな感じの、そこまですごい分厚いわけじゃないので、これからの春の季節で、でもなんかまだちょっと肌寒いかなみたいな日にね着せたらいいかなと思って買いました。色違いでコーンもあったかな、そっちも可愛かったんですけど、着てるの楽しみ。じゃん、そうそう、先週撮った動画でも登場したんですけれども、次女にもお揃いのお洋服欲しいなと思って買いました。はい、本当は80センチか90センチサイズ買いたかったけれども、在庫切れになっちゃってて、100センチしかなかったやつだそう、これは来年着る感じかな。かわいい、こんな感じのチェックで、お姉ちゃんとね、そして私ともお揃いみたいな感じで着れるものです。ここにボタンがついていてカーディガンみたいに見えるけれども、実際は開かない、もう縫い付けてあって、もうトレーナーみたいな感じで着るタイプのお洋服です。これとねちょっと長女と私とお揃いできたらちょっととっても幸せなんじゃないのと思って買ってみました。GU ってこういうね兄弟でお揃いにできたりとか、親子でもねお揃いにできたりできるからすごい嬉しい。こちら長女にもね追加で買ったんですけれども、リブ T 990円ということで、こんな感じのちょっとね首元がフリルになっていたりとか、こう腕の部分だったり裾の部分がなんかこうヒラヒラヒラってなっているタイプのリブ T です。かわいい、春に着るカーディガンの中とかにね着たらいいんじゃないのと思って、これもちょっとお揃いでね親子で着たいなとも思って買いました。先週オンラインストア見た時は確か在庫切れで買えなかったと思うんですが、今週見たらねあったので、あるじゃんと思って、買いました。再入荷したのかしら。はーい、ということでこんな感じ、ちょっと実際に着てみようと思います。はい、ジャージ感覚で履けるわ。かわいい、薄いけどそこまで寒くない、そこまですごい伸びるわけでもないけれども、結構余裕があるから全然楽。これ家で履くのにちょうどいいわ。で、そう、先週買ったチェックのカーディガンはこんな感じ、薄手のタートルネック中に着てこんな感じ。これかわいい、いい感じ。娘とお揃いにできるし、次女ともお揃いにできるっていうね、これは買って大正解。リブティはこんな感じ、こういう先週買ったこのベストプルオーバーにこういうね白いの着てもいいし、あらかわいいじゃん。子供服だけど全然大人でも着れる。この T シャツ今ちょっとねリブ T の上に着ちゃいましたけど、すごい涼しい。これは運動する時めっちゃいいじゃん。はい、ということで今回は GU で購入したものを紹介してみました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。